世直し奉行第85章宝来閣ドジャース優勝おめでとう。拙者の前立腺がんの疑いも晴れそうじゃったからダブルお祝いをしたのじゃ。本日の A ランチは麻婆豆腐とエビマヨじゃった。おめでとう。このロバーツ監督は黒人と日本人のハーフやそうやな。日本人っぽくは全然ないな。いらんこっちゃ。麻婆豆腐がうまそうじゃ。スプーンをそのまま使ってと思ったんじゃが、それは無理じゃろ。エビマヨじゃが、思ったよりマヨネーズまみれじゃった。改めていただきます。ビールを日本一おいしそうに飲む男。ええ、麻婆豆腐は見た通りおいしかった。こういう料理じゃないと豆腐を口にすることがあまりないので、体にはいいのかな。調子に乗って餃子も頼んでみたんじゃ。
ごちそうさまでした。